日本中国地方岡山県岡山市南区南区は岡山市を構成する4行政区のうちの一つである。区域は市の南西部に位置する。江南地区市街地南区の区域は、下半が江戸時代から昭和30年代にかけて造成された干拓地であり、中国地方有数の国葬地帯を成している。また、東には、 中国山地に源を発する浅日川が、西部には、笹ヶ瀬川、倉敷川の河川が流れているほか、区南部には1962年に完成した、世界最大級の人造湖、小島湖があり、小島湾を挟んで、小島半島には、金鉱山や貝殻山の山々が連なっており、瀬戸内海国立公園の一角として、風光明媚な景観を作っている。 農業が盛んであり、米麦スイートピー、千両ナスレンコンレタスなどの栽培が行われている。一方で、区内には国道30号が通り、軽工業系の工場が立地している。国道沿線を中心として住宅街が形成され、市内4行政区のうちで若年層の比率が最も高くなっており、若者向けの商店の出店も活発に行われている。 小島湖締切堤防南区の区域は古代、木々の穴貝と呼ばれる道浅の海が広がっており、現在の小島半島は、小島という島であった。長崎地区には、西日本でも、屈指の縄文機の貝塚が存在している。江戸時代に入り、岡山藩池田市による、小島湾の開拓が行われ、東神殿や京女神殿などが開発された。明治時代に入ると、 藤田財閥の藤田伝三郎が、干拓事業を引き継ぎ、以降、昭和30年代に至るまで行われた。区内には飛門、門堤防などの、干拓遺跡が数多く残されている。干拓地においては、地下水による塩害により米の不作が続いていたが、排水装置の整備や土地改良によって、塩害を克服し、昭和40年代以降には、農業の機械化が進められ、 中国地方屈指の国葬地帯として、大規模な農地を背景に高い生産性を上げている。昭和60年代以降は、瀬尾地域地区、浦安地区を中心に、新興住宅地が急速に拡大し、人口が増加している。しかし、広い平野部に人口が拡散して分布しているため、鉄道やバス等の公共交通機関が未発達の地区もあり、 自家用車への依存度が高く、国道30号を中心に渋滞が向上化している。区名は、公募により選ばれ、1位、南区、2位、江南区、3位、小島区、4位、西区、5位、港区であったが、旧地域名は採用しないという方針と、最も支持を集めたことにより、南区が選ばれた。南区役所新庁舎長崎支所廃止鉄道線、詳しくは、 岡山市の町、あざ一覧を参照。ありがとうございます。